株式会社 REKA の島田です。今回の動画はですね、事業再構築補助金の事業計画書の、新たなガイドラインが、中小企業庁の方から、出されましたので、そのフォーマットを公開としたいと思います。13の重要トピックというのは入ってました。2022年の10月にですね、中小企業庁から事業再構築補助金の事業計画書作成についての新たなガイドラインというのが出されたんですね。これまでその数字にわたって事業再構築の補助金の採択不採択の事例から、事業計画書の書き方はこう書いてほしいという指針が、示された、そんなイメージです。詳しくはね、事業再構築のサイトを見てほしいんですけども、13項目、事業計画書で検討が必要な13項目、こんなことを必要ですよと書かれてます。例えば前提、事業再構築の方針、これはありたい姿と現状のギャップを埋めるアクション、いわゆる事業再構築をなぜやるかという前提となる話をまず書いて、次市場顧客、自社の事業地域性に関連する市場規模トレンドはとかね、あと次は競合で SWOT をやりなさい、競争の優位性はどこにあるか書きなさい、あとそれに対する新規性イノベーションどこにあるか書きなさい、だから目標としては付加価値は何月はどんなんですか、シナジー、今の既存のビジネスとのシナジーはどこなんですか、生産性上げる理由なんですかとかね、だから計画、例えば財務状況、中期的にはこれどのように財務が良くなっていくんですか、で売上根拠どうやって売り上げ上がるんですか、そして、投資計画 ROI、資金調達計画ね、この投資回収はどのように考えてますかとか、あと遂行スケジュールですね、目標から逆算してのスケジューリング、あと体制、人材面、組織ですね、役割分担、そして課題、事業計画を向けてね、どんな問題があるかと、実はこの13項目が経営計画、事業計画書に具体的に書かれないといけませんよってもう国が出しちゃったんですね。さあ、で我々はこれを受けまして、私たちがすでにもう出している、事業再構築のフレームがあるんですけど、これを修正しました。これはそのまま今日ご紹介していくわけですけども、例えば事業再構築計画書、まず方針1、事業再構築の方針、自社のありたい姿との合致度というタイトルにして、自社のありたい姿は丸々の実現、他者との差別化、丸々の相談したいこと、こういうことを書きます。で、事業再構築で実現するビジネス、事業再構築でこういうありたい姿に沿ってこういうビジネスモデルに、やっていくべきじゃなかろうかと、いわゆる事業再構築をしなきゃならない理由というのはもうみんな分かってるわけですね。だからどうしたいんですかを重点的に聞きたいんでしょうね。で2番目、市場顧客、これは市場規模トレンドということにつきましては、市場データやグラフ、自社調査結果で、自社調査結果でも十分です。やっぱり数値が見たいんですね。だからインターネット上で、公開されているデータあればいいんですけど、なければ自社でやっぱりやるしかないし、過去インターネット上出ているデータとデータを組み合わせながら、独自データを作ってそれを分析コメントを出すということでも構いません。で顧客ニーズについてはテストしたりアンケート結果がなんかあれば別にいいんです。数名の方の声でもいいんですよ。で3、競合、競合動向の理解につきましては、競合の可能性とその競合が持っている強み、競合の弱み、そして市場の空白地帯はどんなことがありますかと。でそれを踏まえて競合動向を、踏まえた差別化の余地の検討と。で例えば市場競合の空白地帯が、ある、競合との顧客のニーズのギャップがある、それを埋めるためにこんな差別化を出しますって、競合の今の実情とその競合と違ううちの切り口はこうですと、これこの枠に書きます。で SWOT 分析ね、もう SWOT 分析は自社の強み、顧客資産とか商材資産、人材技術資産、組織機能資産あたりから出していきます。あと強みを生かした事業機会ですね。でこれは上のね2ともちょっと関連が出てくるんです。この市場顧客ね、市場顧客のトレンドを受けまして、これ B ランク C ランクとかであるんですけどね、これ SWOT 分析の最近の事情ですから、うちの YouTube とかブログもう一遍見てください。最近はこういう具体的ヒントの掘り下げ方法も公開してますから、それを参考しながら、この SWOT 分析を埋めていきます。
この積極戦略にはターゲットとニーズ、他社と違う USP、企画商品名、販売チャンネル、販売にするのはツール、大体の単価、このあたりがこう見込んでいくんですね。で強み。まず競争の優位性は、我が事業はすでにこういうのは強いですよ。で不足する強みの新規構築。例えばどうしてもあの競争をやっていく上でうちの強みには足りないところがあります。新規事業ではそこはこのように方法を変えます、ここから買いますとか、ここと提携しますとか、ね、補助金を使ってこうやりますということを書けばいいんですね。あと3には過去に新規性イノベーションについては地域イノベーションに貢献するデジタル技術。やっぱりね、地域と連携した動きが反応がいいということですね。そしてオンラインとかアプリ活用、こういうデジタルを使った方が受けがいいということですね。これを具体的に書きましょう。で目標、付加価値額ね、これは見積もり精度の高い目標設定と。例えば今すでに読めている売上高、商品別、顧客別の売上、あとこれから可能性のある売上の粗利の試算、見積もり精度が高いということですね。で付加価値額については何も全体の付加価値が何パー上がるということじゃなくて、どうやって読んでるんですかっていう理由が知りたいだけですね、向こうさんはね。で2番目、シナジー。既存事業がこの新規事業に達する売上貢献はどんなんでしょうかねって。だからこれ既存事業、既存顧客を活用した最初から新規事業で読める売上ってどんなのがあるんですって、このあたり具体的にあった方がもうね、あこの新規事業動きやすいねというのが見えますよね。で生産性、このリソース投入の選択と集中と。例えば生産性向上、付加価値の上げる機械、人員、ソフト、ノウハウをこのように投入しますって。こういったことを書いていくんですね。そして5、コスト削減につながる効率化、収益性改善につながる無駄や非効率機能の削減。まあ、補助金がもらったからって言って、コスト管理が甘くなるのをやっぱ警戒してるみたいなんですね。ですから、コスト管理が甘くならないようにこういったことをやりますよとかね。で計画、ね、財務状況の安全性確認と。これは流動比率とか当座比率とか業界平均の数値と比較してみましょうとか、財務状況の安全性を確認しましょうねって。でここで経営分析のデータを計算すればいいんです、決算書から、ね、あと収益根拠の収益計画の根拠明記と、市場顧客ニーズの根拠をもとに売上見込み試算、これまでの具体策か収益を出します。まあ、一応ポイントを変えてこういう表を載っけます。これは私どもの表ですね。左側に収支計画、右側に根拠ですね。でこの根拠に商材とか具体策がいろいろ入ってくるんですね。この根拠の中には商品とか顧客とかが入っているんです。でその新分野展開の、ね、売れる理由、ね、数量、年間売上、その根拠、これ年数別ですね。それから商品、多分価格を決めると思うんですが、その価格の根拠ですね。これ根拠、これはまあ、1万2000ダウンロードされたうちの事業再構築の事業計画書フォーマット、これを使ってますから、そことも今回13がね併用してるんですね。あと投資計画、 ROE、 資金調達、資金調達の明記は具体的に書きます。でまあこういう資金調達の中身、これも計画書の我々の計画書に入ってます。あと付加価値計画の算出も計画書に入ってます。あと実行スケジュールね。で実行スケジュールについてはこういうガントチャート、ガントチャート2種類あって、採択されて動き出すまでの最初の1年間のスケジューリングと、実際動き出して収益になるための中期のガントチャート、ね、このあたりもやっぱり出した方が受けがいいかなということですね。あと体制ね、体制というのは社内外の役割分担です。誰にこんなことやりますよって。で実行するための組織は、まあ、こういうことで、まあ、新担当はこれで、今の仕事はこうあるけど次にこうしますよみたいなことがやっぱり分かればいいんでしょうね。組織図にされても結構みたいです。で課題、ね、例えば顧客開拓、リピート対策、単価アップ、ノウハウ、技術習得、いっぱい対策課題があると思うんです。それを書きます。で書いたらばこっちね、これも我々のフレームにあるやつですね。じゃあ新規開拓、顧客開拓にはこういうふうなポイントに対してこんなやり方します。で、大体 KPI こんな感じでモニタリングをね、していきます。ね、新規開拓、サブスク対策、顧客単価アップって。こういうのを新しくですね、まあ、政府が、中小企業庁が言ってるこの13のトピックスですね。
この13のトピックスを今のフレームに置き換えたんです。そして出していけば、まあ、お国が決めた方向性にしてやればまた採択率がね良くなっていくのかなという気がします。まあ、2023年もねこの補助金制度は継続するような報道もなされてますので、ぜひともねトライしてみてください。で2022年12月7日のオンラインサロンではちょっとこの辺りのまたねお話ししていきたいなと思ってますので、ご興味のある方はご参加してみてください。さあということで今回はね事業再構築の計画書の新たなフォーマット、ガイドラインに沿ったフォーマットについてご紹介しました。はい、では以上です。